島裕子さんです。よろしくお願いします。丸山さんはもう国内の化粧品メーカーや世界的有名なファッションブランドなどで、活躍された後に単身でエチオピアに渡ってファッションブランドとかバッグ、カバンのデザインの会社を立ち上げたらしい。改めまして、女性一人でエチオピアに渡ってでこれをやろうと思って決意したきっかけ、
エチオピアの国をお金持ちのに富を与えていなくて、それが輸出されて、例えばイタリアで流されてイタリアのハワイになったり、フランスでフランスで縫製されてフランスのバッグになったりして、すごい時の時にもともとのその宝の持ち主のエチオピアにお金が渡らない、まあもったいないなと思うことがあって、それを私がもともとデザイナーだったので、そのいい素材を使っていいものを作ろうというふうに思ったので、ありがとうございます。法律やビジネスではない面で重要視する大切なこと、そうですね、ビジネスとしてもちろん成功することが一番本当に大事で、なんていうんですかね、私がやっているようなビジネス、よくソーシャルビジネスとか、まあ、エシカルファッションとか呼びに出かけて、最近はそういうところで注目をされることもなりがたいことにあるんですけれども、まあ、やっぱりビジネスとして成功しないと、どんなにいいことをやっても続かないと意味がないので、まあ、ビジネスとしてうまくいくことが一番大事だと思います。ただそれだけじゃなくて、本当に利益の追求だけではなくて、やっぱりそのエチオピアの人たちも例えば雇用創出したり、技術をこう育成できるような環境を整えたり、日本にいる人たちもね、手にすることで幸せになれるように、先ほど申し上げた通り、私もともと日本のメーカーでデザイナーをしていたんですけれども、その時に、まあ、ファストファッションという言葉は当時なかったですけれども、ファストファッションのどのトレンドのこう始まりで、どん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 新しいものを作って、でどん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 それをこう、まあ、廃棄したりとかで新しいものをまた作るっていう、そういう、まあ、傾向が生まれ始めたことで、20年ちょっと前なんですけれども、でその時に持ってる自分もそんなの幸せじゃないなと、こうなんかこう欲しいから買うっていう、やっぱこれがトレンドでこれを持たないとちょっと遅れてるとか、まあ、そういうなんていうかこう飢餓感だったりとか焦燥感だったりとかを、手間ものを買ってでも大して愛着もないから、まあ、すぐに捨てられてしまって、また新しいものを買う、そういうなんか持っていることに対しても特にこう満足感もないし、そうじゃなくてこういろいろな背後のストーリーとか、まあ、そういったところも踏まえてお客様に選んでいただいて、持っていることで何か特別な気持ちに、幸せな気持ち、満たされる気持ちになれるようなものを作りたい。で、まあ、デザイナーの自分もファッションのこう流行などを追いかけると、今年流行った形はこれの丈に漏れたけとか何とかとか、そういう人じゃなくて、自分も本当にいいと思えるもの、オンリーワンのものを作りたいと思って、作る人、使う人、送る人、送られる人、みんなが本当に手にする全部の人が幸せになる、そういうものを作りたいなというふうに、今も立ち上げた時思って始めたし、今も何ていうんですか、言葉にするとちょっと理想主義っぽくなってしまうかもしれないんですけど、
すごく普段使うものから機能性ってすごく重視されると思うんですけど、アートとデザインってすごく意味が違うじゃないですか。で、三島さんが思う、言い出している思想っていうのはアート的なものだと思うんですけど、この違いとかどのように自分自身の中で流行させているのか。確かに私たち大量生産のもの、なんかよくウェブデザイナーのものというよりは本当に一つ一つが全部異なるアートピースのようなものを作りたい。Thank you.
んですけど、でもやっぱり、そこですよね、実際。エチオピアなんかその場で、なんか迷惑をかける人っていうのは、お互い迷惑をかけるものだ。だからこう、自分がかけても気にしないし、相手がかけても気にしない。本当に、すぐ、まあ、ノープロブレムみたいな現地の言葉があるんですけど、なんか、自分が本当に迷惑かけた時もノープロブレムって言って、日本人的には、まあ、イラッとしたこともあるんですけど、でも、自分が被害を受けた時も、本当になんかノープロブレム、ノープロブレムって感じで、なんかそういうちょっと幸福な感じとか、温かい感じとか、そういうものを、なんかこう、製品に乗せて表現したいな。ミランコメンのアンジェオメントっていうエチオピア語で1年っていう意味だっていうのを発表したんですけど、はい、どのような意味が込められてるんですか？はい、そうなんです。アンジェオメントってエチオピアの言葉で1年なんですけど、なんかこう自分がファッションデザイナーだった時に、そのどん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 こう使い捨てのものを作ってる、結局きれいなゴミを毎年作ってる、なんかそれって本当に、まあ、先ほどもちょっと申し上げたんですけど、両方にとって幸せじゃないなって、作る私もでその満たされないし、本当にいいものじゃなくて流行っているものとかを作るのも幸せじゃないし、使う人ももう大して愛着がないものっていうのもつまらないし、でもそうじゃなくてやっぱり本当にいいものを作りたいなっていう、で本当にいいものって何だろうっていうふうに考えた時に、やっぱりその長く大切に使ってもらえるもの、それってなんかそのものの価値だけじゃなくて、その長く大切に使った時間がやっぱり価値なのかな、一緒にそのバッグと一緒に悲しいことももちろんあったかもしれないし、嬉しいこともいろんな出会いとか、そういうのを一緒に共に過ごしたバッグっていうのが本当に唯一無二で素敵なのかな、でそういうこう人として人としてお客様と一緒に時を積み重ねていけるような、そういうブランドにしたいなと思って作りました。バッグ、お製品を作りて、また中身がストリートチルドレンの方も雇用してるっていうお話をお伺いしたんですけど、そうですね、ストリートチルドレン、ちょっとごめん、これ、エチオピアの皮がどんなにいいかっていうのが分かりやすいと思うんです。普通、羊の皮って弱いですよね、こんなことしたら破れちゃう。でも、これ本当、嘘、力を仕掛けとか全然しなくて、本当にってやっても破れないし、パンパンってやると元に戻る。これは繊維の薄いけど繊維の一本一本が太くて、で、なんていうんですか、伸びたり縮んだりする性質がある繊維なんですね。それでこういう素晴らしい革を本当にその生み出しているんですけど、今のストリートチルドレンの話なんですけど、実はうちで通常はそうですね、あまりわざわざこう人前、メディアとかで出るとかも出したりしないんですけど、実は働いてる人はほとんどがストリートチルドレンだったり、孤児だったり、まあ、障害を持っている子だったり、いろいろなそういう今までこう光が当たらない環境で生きてきた子たちなんですね。でもかわいそうだからその子たちを雇用しているっていうよりは、やっぱり彼らが今も頑張って一流の職人さんたちも育ってくれてるので、まあ、彼らと一緒に働いてるんですけど、ただそういう人たちを選んでるっていうかですね、やっぱり貧しい国なので、普通に報酬かけるとそういう人たちがたくさん集まるし、まあ、話を聞いて彼らが真剣であればそういう人たちを雇おうとしてる。なのでインタビュー出てくるんですけど、その子たちもみんな本当に前向きに仕事することに喜びを感じながら、この子も元
ともとうちでやった時は本番さんでやっていて、文字も学校にいたことなくて読むだけもできないんですけど、でもこう体で覚えて一生懸命頑張っていて、自分の職人さんに座っています。一応部屋で、ストリートチュードレンっていう文字も入ってましたけど、そう、大変なこともいいこともたくさんあると思うんですけども、一番良かったなって感じることがありました。そうですね、一番良かった、日本とエチオピアでやっぱり両方あって、すごい行きたいなんですけど、こういう子たちは本当に変わるのはやっぱりすごく大変なんですよね。なんかこう映画とかだと気象転結があって、うちの時々メディアとかでご紹介いただくこともあるんですけど、こう最初はこう読み書きもできないし、こう時間も守らないし大変だったけど、だんだん良くなったよみたいな感じで、こう30分とかのテレビ番組とかだとけまとめていただくんですけど、実際は本当はそんな、当たり前ですけど簡単にはいかなくて、特にこう教育とか受けたことがなかったり、今まで社会に残したことがない人たちは、こうなかなか言っても、あ、そうかってこうロジカルに納得したりすることがやっぱり経験上なかなか、そういう、なんていうんですかね、経験が今までなかったので難しくて、本当にこう通じないやり取りを何回もして、やっぱり裏切られたかなって思うようなこともあったりとかして、でもやっぱり最終的には変わるんですよね。なんか、本当に変わらずにこう去ってしまった人もいないわけじゃないんですけど、ほとんどの子がすごくこう中身100万回も褒めてしか褒めてしかってしてると、2年3年するうちにどん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 変わってきて、なんかそういうのを見る時はすごく、なんかこの仕事を大変だったけど選んでよかったなと思います。エチオピアではそれで、日本でも、日本だとお客様が、ファンの方が、うちの本当に小さなブランドで、そんなにたくさんのファンの方がいるわけじゃないんですけど、でもそれでも何人かファンになってくださった方がいらして、そういう方が本当にダンダメットのことが大好きなんですよみたいな感じで、お店でこうやっぱり使っているかとか思っていらしてくださった時とかに、この仕事やってよかったなというふうに思います。それは多分今日お見えになっている方も、ものづくりの方も多いと思うので、皆さんそうかなと思うんですけど、ブランドもそのサイトもなんか文章の中に、みんな目の前の美しさだけではなくて、その裏側にあるストーリーを楽しんで、いろんなことを考えてこそラグジュアリーなことっていう一文がすごく印象的だったんですけど、ありがとうございます。そうですか。私もともと与えられたのが、いわゆるラグジュアリーブランドと呼ばれるところで、確かにその最新のなんていうんですかね、スタイルで、最高級の素材を使って、世界で最も有名なデザイナーの一人の方がデザインをして、それもちろんラグジュアリー、何にも疑いなくラグジュアリーだと思うんですけど、でも、それだけじゃないかなと、人々が今の時代に求めている本当の豊かさ、本当のラグジュアリーって、それで終わりじゃないなと、やっぱりこう思ったときに、先ほどお客様の話もしましたけど、このバッグ本当に好きなんですよと、本当にこう持ってると柔らかくて気持ちよくて出されるし、そういうストーリーとかも含めてこうエチオピアのこととかを想像したりするのも楽しいし、なんかそういう気持ちがなんていうんですかね、やっぱりすごく今もう一つのラグジュアリーのなんていうんですかね、そのエシカル感だけでは、その社会的にこう配慮されているとか、予想しているとか、そういうことだけでも、同時に味噌だったら、それはもちろんラグジュアリーとは言えないかもしれないけど、私たちは素材にもこだわって、デザインもオンリーワンのものをして、なおかつそういったバックグラウンドストーリーもあって、お客様が
持つことにすごく喜びとか誇りを持ってくださるようにしたいなっていうふうに思っています。やっぱりもう必要だからいくらで買うって言ったらそれだけじゃなくて、もう超えた売り手とか作り手側にも買い手側にもちょっと思いがすごく強いなっていうふうに感じます。なんかこう物が増えすぎて、もうなんかできるだけ持ってるものを減らしたいっていうのがあると思うんですよね。特に東京とか、まあ、都市に住んでいる人だとそういう思いが若い人も強いと思うんですけど、なのでその少ないけどでもやっぱり大事なもの、そのたった一つのものに選んでもらえなかったら、こういくらその原価率を下げたりとか、なんかこう流行をいかに早くこうキャッチアップできるかっていうところで努力をして、多分選んでもらえなかったら何意味がないかなって言って、なのでうちは、まあ、たくさんのお客様にはリーチできないブランドだと自分でも思ってるんですけど、まあ、でも自分がもうそもそも作れるのもたくさん作れるので、自分の一人でも一だと思ってもらえるようなことができたらいいな。そうですね。脚本家の渋谷優さんの作品を A スタジオに持って
ってご覧いただければと思います。